ジョン・ウォルター・グレゴリーは、イギリスの地質学者かつ探検家。氷河地質学についての研究とオーストラリア及び、東アフリカの地理学、地質学についての研究で知られている。グレゴリー・リフトバレーは彼にちなんで名付けられた。グレゴリーは、ロンドンの某で、羊毛商人の息子として生まれた。ステップニー・グラマースクールで教育を受け、15歳で、ロンドン市の羊毛店の店員となった。 その後バークベック文学科学研究所の夜間クラスで学んだ。1886年に入学を許され、1891年に優等学位で理学志望を得て卒業し、1893年に理学博士となった。1887年、彼は大英博物館自然史部門の地質部門の助手に任命された。グレゴリーは1900年まで、 大英博物館に留まり、化石コケムシ動物カタログカタログオブフォッシル、ブライオゾアの三つの巻きと、カッチ地方のジュラキ動物賞、産後編、ジュラシックコーラルズオブカッチについてのモノグラフをまとめた。彼は何度も、休暇を得て、ヨーロッパ、西インド諸島、北、アメリカ、および東、アフリカを旅している。 グレート・リフト・バレーザ・グレート・リフト・バレーは1892から1893年に行ったケニア山とバリンゴ声の大調査の興味深い記録である。グレゴリーはこの山を科学的に調査した最初の人物である。彼は地質について今でも通用する重要な観察を行った。1896年、彼は スピッツベルゲンを横断するマーテンこの影響の調査で自然学者として素晴らしい仕事をした。氷河地質学についての彼の有名な研究論文はこの時期にエドモンド・ジェーガーウッドとの協調で書かれた。メルボルン大学はフレデリック・マッコイの死の後に地質鉱物学の新しいポストを作っていた。1899年12月11日、グレゴリーは 私、出学教授に任命され、翌年2月に彼の職務を始めた。グレゴリーはオーストラリアに5年足らずしかいなかったが、彼の影響は彼が去った後にも何年も続いた。彼は驚くべき量の研究をやってのけ、彼の教育はほとんど成功し、彼は人物的にも有名だった。しかし、彼が来た時はこの大学が資金難を抱えていた時期だったため、 名前に値する研究室もなく、評議会は即時の改善は約束できなかった。1904年、彼はグラスゴー大学の地質学教授を受諾し、その年の10月にイギリスへと戻った。彼はオーストラリアに滞在する間に教職としての仕事を遂行する傍らで多くの他の活動をした。1900から1901年、彼は 南極調査隊の民間科学スタッフの指揮者を務め、1901から1902年の夏季休暇は、セントラルオーストラリアで過ごし、エー湖周辺を通査した。この話は1906年にザ・デッドハート・オブ・オーストラリアとして発表され、オーストラリアの地質学者たちに検定された。彼は、ザ・ファンデーション・オブ・ブリティッシュ・イースト・アフリカ、教科書用のザ・ウストラルジオグラフィー、 およびザジオグラフィーオブビクトリアの一般書も出版したもう一つの本ザクライメートオブアウストロラージアは1904年1月にダニーデンで開かれたアウストロラージアンアソシエーションフォーザアドバンスメントオブサイエンスの地理学部門での会長講演を拡張したものだったザマウントライアルマイニングフィールドタスマニアは1905年に出版された これはオーストラリアにおけるグレゴリーの活動の完全な業績ではない。彼は1901年からビクトリア地質調査所の所長になり、その都市ロンドン王立協会のフェローに選出され、そして大学の公開講義の時間を割くこともできた。グレゴリーはグラスゴー大学で25年間教授を務め、教官として及び管理職として偉大な名声を得た。 1929年に退任し、後任はサーエドワード・ベイリーだった。彼は数回の調査を行い、そのうちの1908年の北アフリカのキレナイカへの調査では、彼の専門と同様に考古学にも興味を示した。1912年にはアンゴラ南部への調査も行った。彼は息子を連れてチベットへ旅行し、 J.W. と C.J. グレゴリーによるツ The Alps of Chinese Tibet へと記録された。地質学と地理学についての他の書籍は以下がある。彼の表した論文には以下がある。彼は The Story of the Road などの他分野についての本も書き The Menace of Color と Human Migration and Future では優勢学にも手を染めた。1932年1月、グレゴリーは アンデスを中心とする火山と地震についての調査、研究を行うために、南アメリカへの調査へ行った。1932年6月2日、ペルー南部のウルバンバ川において、彼のボートは転覆し彼は溺れた。彼の死体は3日後に発見された。グレゴリーは、エアトンチャップリン氏の娘、オードリーと結婚し、息子と娘を一人ずつ儲けた。 彼は1928年から1930年までロンドン地質学会の会長を務め、1905年のビッグスビーメダルを含む数多くの科学賞を受賞した。彼が表した書籍のほとんどは記述であるが、それに加えて彼は地質学、地理学及び社会学についての約300本の論文を書いた。グレゴリーは大変慎み深く、 単純で誠実で、作法は魅力的で、すべての事柄に興味を持ち、そしてすべての事柄に独自の観点をもたらした。非凡な量の研究をした春菜は、地質学者として彼は時には、不十分なデータから一般化することもあった。彼の最後の研究であるドールラジアンジオロジーは、ジオロジカルマガジンの中で、否定的に批評されている。それでも彼は、 彼の時代の最も著名な地質学者の一人であり、彼自身の国の外側から広く認知されていた。彼の本の多くは科学者にも一般人にも興味深いものであろう。彼は科学者、教師、旅行家、筆豆として当時の知識に大きな影響を与えた。ジョン・ウォルター・グレゴリーのアーカイブはグラスゴー大学アーカイブが管理している。ありがとうございます。